そう、お話し会えとねがらりと変わりましてシックな大人やつんです <laughs> 大人ですありがとうギフトありがとう可愛かった はいあまずはねオンラインお話し会ありがとうございましたオンラインお話し会2時間目と3時間目どっちともねいっぱい話せて嬉しかったですありがとうリオのコメントよかった ほんまにあの、りょう2回喋ったじゃないですか振って。振っていただいて。あの、ジャケット撮影の感想みたいなやつは、もともと振られるって知ってたから考えてたんですけど、あの、楽曲についてのことは、あの、その場で急に振ってもらったので、もう、 頭がそうアドリブアドリブってうんん,ななんかもう全然振られる想定じゃなかったから <laughs> そう頭をフル回転しました <laughs> フルフルフル回転で <laughs> はいありがとう あ12月7日夜暑さ出張公演楽しみはいでね配信あったんですけどなんとあれです題名11マ目シングルの題名が発表されましてテロップにも書いてるんですけど「地平線を見ているか」に決定しましたそしてジャケット撮影も出ました 皆さん見ましたかジャケット撮影。ジャケ写オンライン話しかの待ち時間がなかなかに長かった。嬉しい。言いすぎないかヒヤヒヤ。そう。なんかどこまで言っていいのかちょっと。あれで。そうほんまにいやほんとにえっやばいあ振られたえっどうしようと思って。 <laughs> もう頭めっちゃフル回転して <laughs> はいジャケシャをねぜひ見てほしいんですけど全体のジャケシャを見たらねわかると思うんですけど前回の「愛の重さ」の時よりも。 何個も前になって2列目になりました <laughs> はい2列目になりましてそう結構個数で言ったら結構前に行ったんですよ本当にありがとうございますみんなの応援のおかげで。 少しずつ進めているので全身 <laughs> ありがとうでねあのタイプ何とかの数人のやつはあれリオを探しに見つからないと思うんですけど サーヤーさんののお膝に寝てるのがリオです <laughs> そうあれ寝とるけさ多分顔がさ真横じゃけえさちょっと見つけにくいと思うんですけどあのサーヤンさんのお膝に寝ております <laughs> はいあ初見さんありがとうぜひフォローしてくださいはい 羨ましいサヤンさんのお膝 <laughs> 羨ましいでしょ結構あの体勢ねきつかったそう横になって多分なんか30分ぐらいずっと横横になってるんですけどきつくてめちゃくちゃ体勢があれあのみんなが思ってる以上に。 唯一の神戸の通所サイン会無事に今ありがとうなので11番シングルよろしくお願いしますああとねこのあとねいろいろやることがまだまだあってちょっとねバタバタしてるのであの15分終わったらね配信終わりたいと思いますなので 13分経過したら教えてください。てかね聞いて聞いてくださいあのこの前言ったさこの唇の裏をさ思いっきり噛んで血が出て傷になったって言ったじゃないですかあれが傷傷からの 超でかい超でかいコーナー園2つできててそうだからあの笑うのもめっちゃ痛いんですよそう今やしゃべるのもめっちゃ痛いんですよやば今しゃべるのもめっちゃ痛くてそう今日もお話会結構やばくて。 そうあリオノはタイプ B ですね B ゲットしてください <laughs> そうそうなんよねでも今日めっちゃ笑ってたよいやなんかね多分ね お話し会中とかさっきの配信中とかはなんかもうそのことについてさ集中してるじゃないですか <laughs> だからあのこうもうこの痛いことは忘れちゃうんよ忘れちゃうんだけど今こう普通にしてる時とかなんかしてる時はめっちゃ痛い。 そういちごのケーキめっちゃ痛くて <laughs> そうめっちゃ痛かった今日は怖いかったやったー <laughs> あそうだ2部の NMV 出張公演当たった嬉しいね今日あの当、ー、落だったもんね てか皆さん、明日から12月ということで皆さん明日何の日か分かりますか明日は何の日か分かりますよねさあ何でしょう明日は何の日でしょう あ、NMV 一部当選。嬉しい。あ、メール来たお結構みんな。やるじゃん。<laughs> やるじゃん。そうです。皆さん、明日12月1日からリオの個人ファンクラブ始まりまーす。パンパカパンパンパーン。はい。 明日の12時ですね。お昼の。夜じゃないよ。お昼の。お昼の12時です。あの、早期入会特典もあったりとか、あの、するので、<laughs> するので。<laughs> 皆さんもちろん、もちろん入ってくれるよね。でさ、 あれさ入った順番にさなんか会員番号なるじゃないですか皆さん1桁狙ってくださいね <laughs> そうみんなみんな1桁狙ってね一1番狙ってそう1を狙ってから皆さん12時になったらすぐ入ってね明日。 でしかもなんか別にねっあれなのになんかパーナも入るらしくてそうパーナもリオのファンクラブ入るらしくてなので皆さんパーナに負けないでねあのあのパーナに負けないでよみんなならいけるよ <laughs> パーナに負けてらんないよみんなそうだよパーナもライバルだよパーナが一番取るかもしれないからみんな油断してたらダメだよそうパーナになんか負けてられないでしょ <laughs> そうだよパーナはライバルだよ 13分ありがとう教えてくれて誕んじょ読みまーす13位台湾高尾さんありがとう11位ほちゃんさんありがとう10いあっちゃんさんありがとう9位ジデマリさんありがとう8位しゅうさんありがとう7位らくらくさんありがとう6位チェルシーさんありがとう5位鈴鹿さんありがとう4位昔からジンさんありがとう 3位株ブズケシくんさんありがとう2位ユきしさんありがとうそして1位はありがとう,ありがとう皆さん今日はねまずはオンライン話会今年最後のそしてアルバムファーストアルバムの最後のオンライン話会ありがとうございました 来てくださっったた方すごいいっぱいぱ話せたし最高あ X もね載せているのでご覧くださいそしてさっきは配信ありがとうございました11万目シングルタイトル「地平線を置いているか」に決定しジャケ写も公開しセンターはサッチーになりはい皆さん11万目シングルよろしくお願いいたします <laughs> よろしくお願いいたします <laughs> はいで今日11月終わりじゃん11月もありがとうありがとうね明日から12月よろしくそして明日から12月ということは「個人ファンクラブ」スタートするので明日のお昼の12時に皆さんもうすぐに <laughs> 入ってください よろしくですそしてチェキオンラインチェキサイン会の受付あともうちょっとで結構締め切り結構っていうか <laughs> あともうちょっとで締め切りなので皆さんねまだ申し込みしてない方はお忘れずに3枚がおすすめですあと11番目シングルのお話し会もあの申し込み始まっておりましてなんとあの ツーショットとサイン会のやつが2つ完売してました。ありがとうございます。ありがとう、本当に。他のね、ところもね、待っています。広島だけね、まだあるので、今がチャンスです。そうだよ。冬が始まるよ。 サンタクロースありがとうチェキのリクエストあポーズのリクエストあそうけ、あのリオ毎回ポーズのリクエストをしてるんですけど多分前日前日までに送ってくれればはい X で X で投稿してください。X のみで受け付けるので。X のやつでリオとツンツンつけて、12月14をチェキだから、13日までにポーズのリクエストあれば、送ってくれたら送、送って、送るっていうか、投稿してくれたら、そのポーズするので、ぜひ。それでは、ちょっとね。 15分で短くてバタバタしておりましたがありがとうちょっとこの後いろいろあるので終わるねごめんねお疲れ様でした今日もバイツーンまた明日バイバイ